ルートボックスを開けるモックアップ画像ルートボックスは主にコンピューターゲームにおいて取得する宝箱や戦利品を収められた箱のこと。競技においては特に中身がランダムに決められる仮想アイテムを得るために開封する仮想の箱または入れ物のこと。校舎は日本においてガチャという名称で知られている。本校では競技の意味を解説する。プレイヤーは箱を直接買うか。 またはゲームプレイ中に得た箱を開けるための鍵を購入する。一部のゲームではゲームを遊ぶことで得られるゲーム内通貨でも買えるが多くは現実の金を払って買う。箱の中身は設定された確率によって一方的に決められプレイヤーが欲しいものを狙っていることはできない。箱の中身はプレイヤーが使うキャラクターそのものやキャラクターの認めのみを変える。 着せ替え衣装やソーシン具に感情を表すエモート、さらに性能やゲームプレイも変える武器や防具などの装備まで多岐にわたる。ルートボックスは様々な作品において収益化の手段として用いられている。ルートボックスの概念は MMORPG でのルートシステムやフリーツープレイのモバイルゲームやソーシャルゲームの収益化が大元である。 初めて現れたのは2004年から2007年の間であり、その後多くの F2P ゲーム及び一部のフルプライスの作品に搭載された。ゲーム会社及び開発者が有料のダウンロードコンテンツや定額制の欠点を避けつつ、ゲームへの継続的な利益を生むだけでなく、ルートボックスのシステムを通じて、新コンテンツと装飾品を絶え間なく提供することで、 プレイヤーの興味を引き続けることができるとみられる。買い切り型ゲームにおけるルートボックスはオーバーウォッチの人気を通じて大きく注目されるようになったが、その後2017年にルートボックスをゲームキャラクターの強化、成長要素などにまで紐付け退屈化のゲーム、特にスターウォーズバトルフロント2は同年後半までに激しい批判を巻き起こすようになった。 例として特に若者のギャンブル依存症の恐れ、金を多く払うものが有利になる、ペイツーウィンのゲームシステム、そしてルートボックスを搭載することで、ゲームシステム全体に及ぼす悪影響といった点で批判されており、買い切りのゲームにルートボックスが実装された際には、反消費者的であると批判されている。また、ルートボックスは、グレーマーケットのスキントバックで使用される仮想アイテムの、 出所としても機能している。ギャンブルとの関連性を懸念されたことで、ルートボックスは中国、日本、オーストラリア、オランダ、ベルギー及び満島の賭博法の規制下に置かれるようになっている。2017年11月以降ルートボックスは、さらに数カ国の賭博規制機関による調査対象となっている。ルートボックスという言葉は様々な分野で用いられている。 可能性があるが、ゲーム関連におけるものが一般的である。FPS や TPS といったシューターにおいては、ルートボックスの他にも、ルートプレート、ロックボックスなどの用語が時々使われている。デジタルカードゲームでは、トレーディングカードゲームに由来する、ブースターパックという用語を用いることもある。日本のソーシャルゲームでは主にガチャと呼称されている。ルートボックスから得たアイテムなどを、 プレイヤーのキャラクターが装備または使用するとゲーム中はほぼ常に他の全プレイヤーからも衣装や音声が見聞きできるようになる。得られるアイテムは主に希少価値によって等級が分けられており価値が高いアイテムは獲得確率も極めて低い。詰め合わせの箱や複数の箱を同時に開けた時などに得られるアイテムの組み合わせはランダムに選ばれるが特定の価値以上のアイテムが 最低一つ含まれるなど一定の保証がつくことがある。ルートボックスはゲーム内で開けることが一般的であり、開けた際には視覚音響による演出を伴う。これらの演出はスロットマシーンやルーレットに習っている。一部の作品ではまだ中身が未判明のアイテムはレア度に応じた色で表示されるなどの演出が施され、中身が明かされる際の興奮をさらに高める。 さらにプレイヤーが箱、または鍵を切らしたとき、また購入できるように目立つボタンが表示される。大半のルートボックスシステムでは、プレイヤーのアイテム取得状況などは考慮されない、ことから、すでに持っているものと同じものを得る可能性がある。それらの重複したアイテムは、他のプレイヤーとの取引やゲーム内通貨への変換などの捨てる手段が用意される。一部作品では、 その後ゲーム内通貨を使って特定のアイテムを直接購入できる。プレイヤーのインベントリはゲーム会社や開発会社が運用するデータベースサーバーで管理される。これによりプレイヤーは他のプレイヤーのインベントリを閲覧して彼らとの取引の手配を行える。日本や韓国などの東アジアのゲーム会社が用いる一部のルートボックスはガチャポン販売機のやり方に習っている。 東アジアのゲームでは、ランダムアイテム、キャラクター、または、他の仮想グッズを入手するために、ガチャを回すことになる。ガチャの位置形態に、コンプリートガチャと呼ばれるものがあり、これは特定の複数アイテムをすべて揃えることで、より価値が高いアイテムを得られるというものである。コンプガチャは2012年に消費者庁によって、日本で禁止されたが、ガチャゲーム自体は存続している。 プレイヤーがゲームをプレイ中に、時々ルートボックスが褒美として与えられることがある。ルートボックスは、公式の生放送を視聴するなどのゲーム外の宣伝を通じて配られることもある。一部のゲームはシーズン、または期間限定イベントのルートボックスを搭載しており、そのイベント時にしか入手できない特定のアイテムが含まれている。健全なメタゲームを保つ一環として、 使用可能な拡張パックの入れ替えを行うデジタルトレーディングカードゲームの場合特定の拡張パックを購入できるのはそれが標準プレイで使用可能な間だけで一旦引退するとこれらのカードはパックからは得られなくなるがゲーム内通貨によって引き続き変えることがあり標準ではないプレイで使われることがある香港にあるガチャポンの機械ルートボックスは これらの機械から取得できるガチャポンのランダム分布から発想を得た。ルートボックスは早期のコンピュータゲーム、主に MMORPG や類似のゲームでランダムの報酬を付与するために頻繁に用いられたランダムのルートドロップシステムの延長である。ルートボックスはこのアプローチを採用し、回 2P のモバイルゲームで用いられるマネタイズのアプローチを策定した。 ルートボックスはまたガチャポン入手におけるランダム要素を取り入れている。ルートボックスシステムの最初の基地の例は2004年6月に横スクロール MMORPG メイプルストーリーの日本版に導入されたガチャポンチケットと呼ばれるアイテムであると考えられており1チケット100円で販売された。現実世界のガチャポンの機械と同様にプレイヤーは ゲーム世界全体に分布するゲーム内ブース、ガチャポンでチケットを使用するとランダムに選ばれたゲームアイテムを獲得する。Zen2 ネットワークが2007年にリリースした中国の F2P ゲーム、ポーランドズ・ウォティ・オンラインもゲームシステムの一部としてルートボックスを搭載したコンピュータゲームの初期の例の一つであると考えられている。一般的にアジア諸国のプレイヤーは フルプライスの作品を購入するための資金がなく、インターネットカフェなどを利用して無料でプレイするか、ゲームのコピーを無料入手するために著作権侵害に頼っている。このアプローチを変えようとする代わりに、ポーランドズ・ボティオンラインのようなアジアのゲームは基本の売上からの収益を得られなくなるのを回避し、ゲームの収益を確保するためにルートボックスを導入した。1年以内に、 全というネットワークは、ポーランドズ・ウォティオンラインの月額収益が1500万ドルを超えたと報告しこのスキームの収益性を正当化した。これが、マイクロトランザクションを中心に据えた、会 2P としてゲームをリリースするアプローチにつながった。アジア地域の多くの F2P のモバイルゲームは、ルートボックスの手法を提供しているが、最も有名なのは2011年にリリースされた。 パズルドラゴンズであり、ガチャの手法を用いた、マネタイズ体制により10億ドル以上を稼いだ、最初のモバイルゲームとなった。2009年頃の西側地域での、コンピュータゲーム業界において、初期の売り上げの利益ではなく、販売後の取引からの収益に頼ることができるジンガ、などのソーシャルゲームの大手パブリッシャーは、Facebook のようなサイト上で無料でゲームを提供する、一方で、 ゲームの進行度を加速させるマイクロトランザクションも搭載して成功を収めていた。2010年9月にバルブコーポレーションがチームフォートレス2に購入した鍵で開けるランダムなクレートが獲得できる機能を追加したが、これが西側地域で初めてルートボックスが搭載された作品であった。バルブのロビンウォーカーはその意図はより多くのプレイヤーをゲームに引き込む。 ネットワーク効果を作り出すことであるためクレートをアンロックする鍵で利益を得るプレイヤーが増えるだろうと述べた。バルブは後に、会 2P モデルに移行したが、移行後に、プレイヤー数が12倍以上に増加したと報告し、仮想経済の研究のために、ヤニス・バルファキスを雇用した。その後数年間で、多くの MMO と、マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナゲームも、 またプレイヤー数を増加させるため会に P のビジネスモデルへと移行し、その過程で多くがルートボックスによるマネタイズを取り入れた。最初の2つのゲームはスタートレックオンライン及びロード・オブ・ザ・リングス・オンラインであった。それとは別にエレクトロニック・アーツのフィファシリーズはプレイヤーが仮想のトレーディングカードを用いてチームを編成できるフィフォルタメットチームモードを搭載した。 当初はダウンロードコンテンツとしてリリースされたアルティメットチームモードは2010年発売のゲームで無料アドオンへと移行したがゲームの収益を生み出す手段としてカードパックの購入機能を搭載した EA はこの移行の成功を2012年3月のマスエフェクト3に持ち込んだ同作は発売時からルートボックスの一種を提供した 最初のパッケージゲームと考えられている。マスエフェクト3は、マルチプレイヤーサービスの運用コストを総殺するための手段として、通常はオンラインプレイでのレベル上げ等で得ることができる装備を提供するパックを販売した。マスエフェクト3のチームは、FIFA チームと緊密に協力して、これらのパックの公開を適切に行っており、マスエフェクト3開発者のジェシー・ヒューストンは、 マジック、ザ・ギャザリングのブースターカードパックを開封して、プレイヤーがパックから常に価値を得ているように感じさせることと比較した。ルートボックスを搭載したパッケージ版の他の初期例としては、カウンターストライク、グローバルオフェンシブが2013年8月にアップデートで武器ケースを追加し、バトルフィールド4では2013年10月の発売時には、 ルートボックスがなかったものの、その後の2014年5月にバトルパックを追加した。バトルパックは重複アイテムを獲得しない仕様になっていた。オーバーウォッチとそのルートボックスシステムの金銭的成功により、2016年と2017年のコールオブデューティー、ヘイロー5、ガーディアンズ、バトルフィールド、リーグオブレジェンズ、パラゴン、ギアズオブウォー4及び、 FIFA17 を含むいくつかのゲームではその仕組みをメタゲームの一部として搭載した。2017年後半にはルートボックスシステムにおける様々な仕組みを搭載したミドル、アース、シャドウオブウォー、フォルサモータースポーツ7、NBA2K18 を含む主要フランチャイズの多数のコアトリプル A ゲームがこの頃にリリースされ、 2017年10月からその監修の批判的レビューにつながった。特に課中の2017年11月に発売され、非常に目立つことになった、スター・ウォーズ・バトル・フロント2のルートボックスシステムは批判にさらされ、これらのシステムの合法性に関して様々な政府レベルでの新たな議論につながった。レビューアグリゲーターのオパンクレティックは、ゲームのルートと DLC システムが、 ゲームにどの程度影響を与えうるかについての指標としてビジネスモデルの侵入をゲーム紹介に含める計画を発表した。2017年後半のルートボックスに対する反応は2017年のコンピュータゲーム業界の主要トレンドの一つと考えられている。2017年後半からのルートボックスへの反応により一部のデベロッパーとパブリッシャーは自社のゲームから ルートボックスを削除している。そのようなゲームには、スター・ウォーズ・バトル・フロント2、ミドル、アース、シャドウズ・オブ・ウォー、フォルサ・モーター・スポーツ7などがある。依然として、多くのゲームが、ルートボックスの仕組みを利用する一方で、新たなマネタイズ手法も開発されており、特に、フォートナイト・バトル・ロイヤルに橋を発する、チャレンジベースのバトルパスの仕様が挙げられる。2019年3月、 ヒーローズ・オブ・ザ・ストームはリアルマネーでのルートボックス購入機能を削除した。ランダムな中身のルートボックスは無料のゲーム内報酬としても引き続き利用できるが3月のパッチ以降はスキンオプションも同様にリアルマネーで直接購入できるようになった。ルートボックスはプレイヤーがゲームに金を払い続けるようにするためのゲームデザインの強制ループの一部だと考えられている。 そのような強制ループはゲーム依存症に寄与すると知られており、頻繁にギャンブル依存症と比較される。これは一つには、スロットマシーンの景品分配方法と同様の可変レート強化スケジュールの利用が原因である。多くのプレイヤーはルートボックスにリアルマネーを投じることはない一方で、そのような中毒性のあるシステムは、積極的に仮想アイテムに大金をつぎ込む。 クジラのプレイヤーから大きな利益を上げることができる。子供が遊ぶことで知られるルートボックスを提供するゲームではギャンブルがより懸念されるようになった。コンピュータゲームは一般的には運の要素が大きいゲームではなくスキルの要素が大きいものだと考えられているためほとんどの賭博法では規制されていないがネイチャーヒューマンビヘイビアを執筆したニュージーランドとオーストラリアの研究者は ルートボックスは心理学的にはギャンブルと類似していると結論付けた。無料ゲーム内の一部のルートボックスはペイツーウィンシステムとして批判されておりプレイツールートと部別的に呼ばれることもある。これらのケースではルートボックスのコンテンツにはデジタルカードゲームのブースターパックなどカスタマイズオプションを超えてゲームプレイに影響を及ぼすアイテムが含まれておりその影響の大きさは アアイテムのレア度に比例するこれは他のプレイヤーと争うプレイヤーの能力の質をルートパックのランダム生成システムと結びつけることができ、高レアのアイテムを入手して他者と公平に争うために追加のルートボックスに金を払うようにプレイヤーを借り立てることになり得る。2014年にリリースされたブリザードのデジタルカードゲームハーストームは プレイヤーとして成功するためにブースターパックへの金銭的投資が必要になるとたびたび考えられている。一部の批評家はこれらのルートボックスによりパブリッシャーが成功するために核となるゲームデザインの方針に根本的な影響を与え基本的なゲームの仕組みを弱まらせる可能性があるルートボックスを購入するようプレイヤーに反則。 奨励するようゲーム自体が設計されるに違いないとの懸念を表明した。これはシングルプレイヤーゲームのコンプリートに大きく役立つゲームプレイを変えるアイテムを得るためにミッションを繰り返し達成する必要性を回避する手段としてルートボックスが用いられることがあり時間の浪費を避けるためにプレイヤーがリアルマネーでこれらを購入するように借り立てる。例えばミドル。 アース、シャドウオブォーは、高難易度を満たすために、さらに多くのより強固な同盟国を獲得することを、第二のマエンディングとしている。デベロッパーは、ルートボックスシステムを有効にせずに、ゲームのバランスをテストしながら、追加のマネタイズなしでゲームを完了できるようにしたが、レビュアーは、より強固な同盟国を獲得するための、数多くの追加ミッションを完了するために膨大な、 時間が必要になり、そして、ルートボックスのゲーム内マーケットが一貫して存在するため、現実のお金を払うこの繰り返しを回避するという魅力を避けることが困難になり、全体の経験をネガティブなものにしていることを発見した。リアルマネーで、ルートボックス、または他の装備を購入することを可能にするゲーム内ショップの提示は、プレイヤーのゲームへの没入感に影響を及ぼす。 可能性がある。2018年7月までにシャドウオブウォーのデベロッパーはゲーム内ショップとルートボックスシステムを完全削除するパッチをリリースした。一部のルートボックスシステムの実装は一部のプレイヤーや非評価から反消費者的だと考えられるようになった。すでにダウンロードコンテンツを提供しているフルプライスのゲームがその後ルートボックスシステムを導入したことで プレイヤーからの激しい批判を浴びた。一部のジャーナリストはパブリッシャーが負担するゲームサーバーの運用コストの一部としてマルチプレイヤーゲームでのルートボックスの導入は正当化されていると考えたがシングルプレイヤーゲームでの利用はパブリッシャーの利益のための手段に過ぎないと見ている。デベロッパーとパブリッシャーはトリプル a のコンピュータゲームからの収益を 初期販売以外でも上げるために必要な手段の一部として、ルートボックスを検討している。パブリッシャーは、トリプル A ゲームの基本価格を60ベドル以上に引き上げることは直ちに売り上げを失うことを恐れて躊躇しており、その代わりに開発プロセスのコストと深度の増大、コンピュータゲームの視聴者の成長の停滞、リリース後のゲームのフルプライスの売り上げを、 獲得しなければならないと感じる時間が短縮される。ルートボックスのような収益化計画はゲームがリリースされた後もロングテールでの収益に役立つ。リリース後のマネタイズはモバイルゲーム業界で競り合うために必要と考えるパブリッシャー、主に会に P の収益化計画を使用している。バトルフロント2の論争を受けてキーバンクキャピタルマーケッツのアナリストは コンピュータゲームの価格は、ルートボックスやマイクロトランザクションの追加購入があっても、時間単位で他の形式のメディアよりも低く、その上ゲームは一般的にそれらが与える価値に比べ割安であると、述べた。デベロッパーは、ルートボックスをゲームに含める決定及びどのように、リアルマネーでの価格設定を行うかは、パブリッシャーや上級管理職から来るかもしれないと述べているが、 何を搭載するかや、どのように提供されるかなどは、デベロッパー自身によって、頻繁に設定される。一部のデベロッパーは、ルートボックスのアプローチは消費者に対して作詞的な、方法で実装されていない限り特定の種類の、ゲームとうまく合うと主張し、ゲーム内で、ルートボックスを実装する決定は、パブリッシャーからの、指示ではなく、デベロッパーができると主張している。 ルートボックスシステムはプレイヤーがゲームをプレイし続けるためのインセンティブとしてではなく、主に販売後の利益を得る手段として用いられるときに、デベロッパーはゲームデザインを、ゲームプレイを挑戦的なものからプレイヤーが金を使うように、ゲームデザインを大きく変更する必要があると感じている。彼らは基本となるゲームプレイがルートボックスのためにお金を使うことを奨励しないか、 必要とするゲームでは、ルートボックスから得られた新しいコンテンツの追加は、一般にそのコミュニティ内で祝われ、さらに、ルートボックスシステムは開発の終盤ではなく、初期段階で使用が決定されれば、デベロッパーは、ルートボックス周りの設計を行えることでより、適切に扱える。デベロッパーは、ルートボックスの仕組みが、非西側の人々と西側の若年層により、広く受け入れられており、 これらのグループは特に会に P のモバイル作品をプレイして成長した結果として年上の西側のプレイヤー以上に異なった消費パターンを培っていた。ルートボックス利用の支持者たちはそれらがマジック・ザ・ギャザリングのような物理的なトレーディングカードゲームのブースターパックを開封することに似ていることでギャンブルシステムだという不平に反論した。米国では TCG は、賭博の形態であるかどうかに関連する以前の法的挑戦の対象となっていたが、責任を負うことはなかった。これらのゲームでは、どの種のギャンブル要素も提供していないことから、ベルギーのような一部の国では、TCG のギャンブルに関する規制を免除している。しかし、ルートボックスの反対派は、デジタルのルートボックスを開けるプロセスが、 物理的なブースターパックには存在しない要素である、ギャンブルに陥りやすい、感情体験や即時期間を中心に設計されているという事実に対処している。オーバーウォッチ以降ルートボックスを用いるゲームが増加したのは、ルートボックスを開けるだけの動画配信が多数の購読者を形成するなど、ルートボックスを開墾する行為がプレイヤーと YouTube 動画かストリーミング配信を通じて、 プレイヤーを主張する人たちの両方にとってゲームの刺激的な要素であるとの認識が原因だと一部で主張されている。コンピュータゲームの売上高を追跡している NPD グループは2017年9月にリリースされたルートボックスを含むゲームで消費者の購買がプラスにもマイナスにも変化する兆候はなかったと述べている。NPD は2017年9月の発売時に ルートボックスシステムを搭載していたことで、プレイヤーによって批判された NBA2K18 がその月の北米におけるベストセラーゲームになったと報告した。ジュニパーリサーチは2017年に約1170億ドル規模の世界のコンピュータゲーム市場が、特に中国内でのルートボックスの使用増加に支えられ、2022年までに約1600億ドルになると予測した。 ルートボックスのこれらの問題とは異なり、ルートボックスからの排出アイテムを含むランダムのゲーム内報酬を搭載しこれらのアイテムを他のプレイヤーとトレードする手段を提供するゲームはスキントバクの使用を誘引することで知られている。スキントバクにおいてこれらのカスタマイズアイテム、スキンはプレイヤーがアイテムとリアルマネーを交換することができるウェブサイトの運営者とプレイヤーの間の ブラックマーケットの仮想通貨となり、e スポーツやその他の運の要素が大きいゲームでこれらのアイテムをかけたりすることを可能にしており、後にこれらの活動は法務当局によって賭博と認識され、この監修を停止するために2016年後半にいくつかの法的挑戦が生じた。バルブの CS5 は2013年にゲーム内のランダム化された。 ルートドロップを搭載するアップデートを行っており、2016年中頃までにスキン賭バの最も著名な例となった。2016年以降にルートボックスや他のランダム報酬を用いた一部のゲームではアイテムの取引を制限している。または取引機能自体がないためこれらのゲームからスキン賭バが排除されている。オーバーウォッチすべてのルートボックスシステムが批判の 対象になっているわけではなく、ブリザードエンターテイメントのオーバーウォッチのシステムは実装上の欠陥が一部、あるにもかかわらずルートボックスの無害な利用と考えられている。すべてのアイテムは化粧用であり、ゲームプレイに影響を及ぼさないが、アイテムの品質の高さと視覚的魅力により、プレイヤーにとって非常に魅力的なものとなっている。プレイヤーは重複アイテム、または ランダム排出で得られるゲーム内通貨をアイテムの購入に利用できるため特定の一つのアイテムを入手するために多くのルートボックスを購入する必要がなくなっている。オーバーウォッチのルートボックスのアプローチは特別イベントの一環として全プレイヤーに無料で新コンテンツをリリースし、オーバーウォッチのサービスとしてのゲームモデルの一環として利益を得るためのブリザードの正当な手段と 考えられている。ブリザードはまた、ルートボックスシステムについてのフィードバックに耳を傾けており、それらに基づき調整を加えた。例えば、長きにわたるプレイヤーからの批判に対応して2017年6月に、ブリザードは、ルートボックスからの重複アイテム獲得の頻度を減少させる一方で、ルートボックスからのゲーム内通貨の報酬の価値を上昇させることで、 ゲーム内通貨の獲得率を同じにするようにする変更をリリースした。ブリザードのマイケル・モーハイム CEO は、オーバーウォッチのルートボックスで、ペイ2、WIN、ゲームプレイを変える要素及びルートボックスからの報酬をリアルマネーへ変換などを回避したとし、そのため、オーバーウォッチは、その論争に当てはまらないと語った。オーバーウォッチのプロデューサー、ジェフリー・キャプランは、 ルートボックスの設計においてゲーム内のスキルやランダムな運に頼らずにプレイヤーが求める化粧品アイテムを入手できる方法を確実に持てるようにしたいとしゲーム内コインを使ってそのような化粧品を直接購入するオプションを追加した。業界アナリストのマイケル・パクターは化粧品アイテムのみを使用するオーバーウォッチのルートボックスモデルは 今後このマネタイズを提供するより望ましい手法になると推測した。それにもかかわらず、オーバーウォッチのシステムでは、プレイヤーはいまだに、特定の化粧品を購入するためにリアルマネーを、直接使用することはできず、ルートボックスに向かって、ゲーム通貨を稼ぐ速度は遅くなり、ゲーム内支出及び潜在的なギャンブルの可能性に、寄与する。スターウォーズバトルフロント2対照的に、 エレクトロニックアーツのダイススタジオが開発し2017年11月に発売されたスター・ウォーズ・バトル・フロント2は2017年10月のルートボックス批判の結果高い注目を集めることになった。主にオンラインのマルチプレイヤーシューティングゲームであるバトル・フロント2は2015年発売の第一作目が用いていたシーズンパスアプローチが追加コンテンツの購入者と 未購入者で、プレイヤー層が分断することが判明したため、同アプローチを排除するために開発された。代わりにバトルフロント2は、すべてのプレイヤーが一緒に遊ぶことを可能にするが、EA にとって望ましい収益源を提供する他の、マイクロトランザクション計画を導入した。これらの計画には、ルートボックスから排出される報酬の中でも取り分け、特定のキャラクタークラスを強化する、 スターカードがあり、スターカードの効果はレベル別で分かれておりより強力な強化を行えるカードはレアなものとなる。これらのより高レベルのスターカードはゲームをプレイするだけで得られる割合よりも積極的にリアルマネーで多くのルートボックスを購入するプレイヤーに直接的な利点をもたらすので、同作のオープンベータ期間時のルートボックスシステムはとてもひどい。ペイツー ウィンシステムのフルプライスゲームの一つと呼ばれた。EA は批判を受けてこのアプローチを再評価し、正式発売前にルートボックスシステムを改造して、スターカードのようなルートボックスで引き続き、提供されているアイテムの一部をゲーム内実績、ゲーム内通貨、または通貨で直接購入でも獲得できるようにした。発売直前にバトルフロントのリリース版への 早期アクセス権を持つ EA アクセスのメンバーがスペシャルヒーローキャラをアンロックするためにゲームの試合に膨大な時間を費やすかリアルマネーでゲーム内通貨または潜在的な報酬として通貨を提供するルートボックスを購入することが必要であることを発見した。これはペイツーイン計画のすべての要素を組み合わせたルートボックス マイクロトランザクションシステムのさらなる批判を引き出した。ゲームの公式発売のわずか数時間前に EA と DICE は一時的に消費者に好まれるやり方で、これらのシステムを提供するための方法を解決するまで全てのマイクロトランザクション購入を停止し、DICE は再導入の前に私たちは現在聞き取り、調整、バランス取り、チューニングに さらなる時間を費やすと述べた。ウォールストリートジャーナルによれば、スターウォーズの知的財産権を保有するディズニーからの要求で、リリース直前にマイクロトランザクションを削除する決定がなされたという。ディズニーはこのフランチャイズが、より若いプレイヤーを引き寄せることが分かっており、ルートボックスシステムが子供の賭博行動に寄与することを懸念した。EA は、 その後ゲーム内のマイクロトランザクションのアプローチを改善したものを2018年3月にリリースすると決め、ルートボックスから得られる潜在的な報酬として、スターカードのようなあらゆるペイツーウィンの要素を抹消し、スターカードはゲーム内の進行に基づいた経験値によってのみ獲得できるようになった一方で、ルートクレートは化粧品アイテム、またはこれらのアイテムの購入に用いる、 ゲーム内クレジットに制限された。バトルフロントのルートボックスに対するプレイヤーの反応がベルギートバク委員会による特にバトルフロントのルートボックスの性質評価やアメリカ合衆国内のハワイ州など一部州において販売禁止の可能性についての議論につながった。EA はバトルフロントにおけるルートボックスのアプローチは厳密にはオプション機能であるため ギャンブルとは考えていないと述べた。ルートボックスによるマネタイズ計画の反応と変更が一因となり、バトルフロントの売り上げは想定を下回り EA の株式は発売1週間後に価値の8%を喪失した。アナリストは EA が同様の反発を避けるために今後のゲームのマネタイズの方法を再評価しなければならず、それが将来収益が さらに減少すると予想した。バトルフロント2のリリース後の会計市販機の業績において EA のブレイク用ルゲンソン CFO は1000万本の販売目標を約10%も失ったと報告した。これはルートボックスのアプローチに再び取り組んでいる間にゲーム内のマイクロトランザクションを取り除くことと相まってその市販機の EA のゲームの収益予測の喪失につながった。 2018年4月、EA のパトリック・ソダーランドは、バトルフロントをめぐるルートボックスの状況は、執行役の再編を含む重要な影響を会社に及ぼしたとし、その上で、これからのゲーム、バトルフィールドやアンセムでは、我々が同様の過ちを犯す余裕がないことを明確にすることができる。我々は、決してしないと語った。FIFA エレクトロニックアーツは、 サッカーゲームシリーズ FIFA を年1回のペースで発表しており、リーグのチームに所属する実在の選手たちの姿や属性を使用している。FIFA シリーズの最近の作品では、ゲーム内通貨、またはリアルマネーで購入できる仮想カードパックを介して提供されるこれらの選手のカードを集めることで、自分のチームを結成できる動作のアルティメットチームモードが搭載されている。 これは、ルートボックスを利用した他のゲームと似た仕組みであるが、ゲームのあるバージョンで獲得したカードは、翌年の新作には持ち越されないため、同作での使用は批判されている。そのため、プレイヤーは、ゲーム内クレジットを再獲得したり、より多くのお金を費やして追加ポイントを購入する、ことで競争力のあるチームを取り戻すために、努力しなければならず、毎年このサイクルが続く可能性がある。 EA は、その後、マッテン NFL、NBA ライブ、NHL、UFC などの他のスポーツシミュレーションシリーズに、アルティメットチームのようなメカニズムを実装している。2016年、EA は、アルティメットチームパックの購入による収益が、年間6億5000万ドルであり、同社のポートフォリオ全体のマイクロトランザクションからの、総収益の約半分、 デジタル販売収益全体の30%であると報告した。リアルマネーを投じた後にランダムにアイテムを獲得するため、ルートボックスを用いるゲームはギャンブルの一形態とみなされる可能性がある。ルートボックスシステムを搭載したゲームは一部のアジア諸国では規制対象となった一方で、西側諸国ではルートボックスの合法性に関する疑問は検討中のままである。 PC ゲーマーのスティーブン・ライトはギャンブルに関連したルートボックスの懸念のいくつかは1990年代のベースボールカード業界や物理的なポケモンカードゲームに対する訴訟時に経験したがこれらの訴訟はどちらの分野にも大きな影響を与えることはなかったと述べた。中国2016年12月、中華人民共和国文化部はオンラインゲームパブリッシャーに対し 2017年5月以降、すべての仮想アイテムとサービスの確率を公表するよう命じる法律を発表した。法律の施行時にパブリッシャーが遵守したことで様々な統計が公表されることになり、中国のプレイヤーがそれぞれのルートボックスから様々なカテゴリーのアイテムを獲得できる確率が定量化され、一部は0.1%程度と低いものもあった。 法律ではまたゲームパブリッシャーがルートボックスなどの抽選券を直接販売することも禁じた。絶対的な禁止令ではないが販売には当局の許可が必要となっている。天井設定義務等についても個別に判断される。2017年6月、ブリザードエンターテイメントは新しい法律と規則に従い同社の作品、オーバーウォッチのルートボックスは 中国国内で購入できなくなると発表した。プレイヤーはその代わりにゲーム内通貨を購入することで購入のギフトとしてルートボックスが与えられる。2019年11月から国家新聞出版総書は8歳未満のユーザーへのルートボックスの販売を禁止し8歳。 以上18歳未満のユーザーにおいても1ヶ月に支出できる金額を8歳以上16歳未満は200元、16歳以上18歳未満は400元までに制限した。だが、ネクソンのメイプルストーリーで販売されているキューブのように装備を確率的に強化する種類のルートボックスは販売規制の対象にならないばかりか、確率公表義務の回避すら可能だった。 中国のゲーム会社は、このような迂回型ルートボックスを真似て、次々に新商品を開発した。2021年現在は、規制にかからない、多種多様なルートボックスが生み出されている。日本2011年の、パズルドラゴンズのガチャモデルの成功後、日本でそのシステムが、特に若いプレイヤーにとって、本質的にギャンブルだと認識されるようになった。 2012年5月までに消費者庁は、ルートボックスから得られる所定のセットのアイテムを、組み合わせると、よりレアかつ価値があるアイテムを作り出すことができる、コンプリートガチャの監修を禁止した。これは、新法の導入によってではなく、野球のトレーディングカードの観点からコンプガチャを、防止するために1977年に作成された、既存放火では仮想アイテムは、 景品とみなされうるという法的意見を出すことで行われた。意見が出されてから1ヶ月以内に主要な日本のゲームパブリッシャーはすべて自社ゲームからコンプガチャの規定を削除したが多くのデベロッパーはこれらのルールを回避する方法を見つけた。グリーおよび DNA を含む日本のモバイルゲームデベロッパーはこれらのモデルのデベロッパーを縛ろうと試みた自主規制の業界団体。 一般社団法人ソーシャルゲーム協会を立ち上げたが、成功することはなく協会は2015年に解散した。2016年4月、大多数のゲーム会社が加盟するセスサのガイドライン改定とグランブルーファンタジーが天井システムを導入したことをきっかけに自主規制が進み、特に確率の自主公開については2018年内までにほとんどの国産ゲームが行っている。 改善を受けて、日本国内での法規制議論は、下火となった。韓国2015年3月、自由韓国党が第一党の韓国国会のメンバーが、ゲーム企業に対し、ルートボックスから得られる、アイテムの種類、構成比率、獲得確率に関する情報を公開するよう、ゲーム企業に義務付ける、国の既存のゲーム業界規制の改正案を提案した。 改正案は可決しなかったが、これが韓国のゲーム業界による自主規制の試みにつながった。この動きは法規制の提案を継続する議員を納得させることにはならなかった。しかし自主規制にいくつかの改定が加えられており、現在はアイテムの確率をプレイヤーに明示することがすべてのルートボックスに必要になっている。だが韓国で 大きなシェアを持つ NC ソフト、ネクソンなどは全面的な確率公開に応じていない。結果として自主規制の効力は小さなものに止まった。近い将来にこの規制の範囲を拡大し、アイテムを改良するために購入した資源など他のゲーム内購入を対象にする計画も存在する。公正取引委員会は、ルートボックスとコンピュータゲーム関連の消費者問題を 中止し続けていた。2018年4月には、同委員会は、ネクソンに対して、同社のゲーム、サドンアタックの誤解を招くルートボックスの監修に、関して9億3900万ウォンのペナルティと550万ウォンの罰金を請求し他の2社にも、少額の罰金を請求した。しかし、直接アイテムを得る、方式以外のものは、規制対象とならない問題が存在するため、 大多数のゲームが適用した現在このような摘発事例は稀なケースである。2021年1月、ネクソンのメイプルストーリーで10年間にわたって最高レアが当たらない設定になっていた重大事案やマビノギで大当たりが1000万分の1以下という超低確率だった事実が明るみになり、これを発端として他のゲーム会社や政界にまで批判が飛び火。 韓国のゲーム企業は世論、政治両面からの圧力にさらされ法規制を恐れた韓国ゲーム産業団体グサックは確立開示を義務付ける自主規制ガイドラインを2021年4月に発表した。この新規制にはキャラクター、エンチャント等も自主公開の対象に加えられている。以前の規制では違反企業に罰則がなかったが新規制ではグサックのサイトに ゲーム単位の名前が公表される。グサックに非加盟の企業も多いが、当事者のネクソンをはじめとする主要ゲーム企業は2022年までに従う方針。韓国国会では、確立公開義務の法制化議論も行われた。コンプリートが茶金使等の直接的な法規制には、ゲーム業界の反発が大きいため慎重姿勢をとっている。シンガポール2014年10月。 シンガポール議会はライセンスがないギャンブルのウェブサイトを禁止し違反者には罰金を科す遠隔ギャンブル法案を可決した。本法律のギャンブルの定義に仮想クレジット、仮想コイン、仮想トークン、仮想オブジェクト、または運の要素が大きいゲームとの関係で購入された類似物をかけることを含めており、プレイヤーが金を支払いランダムな結果を得るあらゆるゲームの制作者が 政府から営業ライセンスを求める必要になるのではないかという懸念につながった。ゲーム業界のロビー活動への対応として、エスイスワラン内省は、本法案はプレイヤーがマネーを獲得するチャンスを得る。ためにプレイするものではないソーシャルゲームや、ゲーム内通貨をマネー、またはゲーム外の商品に変換することができない、ゲームデザインのものを対象に含める意図はないと、 語り議会で法律を明確にした。内相はまた、他のエンターテイメント商品の購入、引き換えに使用できる、仮想通貨を提供する、スティームなどのプラットフォームを法案の規定から明確に除外した。しかし大臣はまた以下のように語った、ソーシャルゲームとギャンブルの間のラインは、ますます曖昧になっているというのは事実だ。強量性と思われているものが、 市場機械と消費者のトレンドに応じて、明日には何かもっと邪悪なものへと急速に変態する可能性がある。そのため法律の範囲は広くなっている。オーストラリアオーストラリア国内では、ルートボックスを伴うゲームは、マネーもしくはその他の価値があるもののためにプレイされ、売る場合に、賭博制限の対象になるが、ゲーム内にのみ存在するアイテムがたとえアイテムの、 名声に関連するものであっても定量化可能な価値を持つ場合の疑問は残り続けた。ビクトリア州賭博及び種類規制委員会は、ルートボックスは賭博であると考えているが、海外登録の企業を起訴する権限がないと述べた。委員会は、この制限に対する解決策として、ルートボックスを搭載する、あらゆるゲームの即時 R レーティングを提案した。年月、 オーストラリアの政府機関オフィスオブザイスフティーコミュニセナーはオンラインのルートボックスの危険性についての安全ガイドラインのリストを公開した。オーストラリア元老院は2018年6月にジョードン・スティール・ジョンが主導したザ・エンバイロメントコミュニケーションズ・リフレンスス委員会にルートボックスの調査を支持する同義を可決し2018年9月に元老院に報告された。 2018年8月に開始されたこの調査では、コンピュータゲームにおけるルートボックスの使用を評価し、突爆や子供への影響に関連する問題の対象とみなしていた。2018年9月中旬に発表された報告書では、ルートボックスは心理的にギャンブルに類似したものであり、ルートボックスを搭載したゲームは、顧客の間でギャンブル障害を悪用している可能性があることが、 明らかになった。同委員会は、ルートボックスを搭載したゲームには保護者の指導を警告するラベルを貼り、ゲーム内のギャンブルコンテンツが含まれていることを示すことを推奨し、そのようなゲームは国内の法定ギャンブル年齢を表すように格付けすることを提案した。最終報告書では、同委員会はオーストラリア政府に対し、どのような立法措置や、 その他の措置を取る必要があるかを判断するために複数の部門が協力してコンピュータゲームにおけるルートボックスの包括的な見直しに着手するよう促した。欧州会社会政策法務常任委員会の2020年2月の報告書では年齢に異常ゲートでブロックすべきインターネットコンテンツに焦点を当てエスフティコミッショナー室 または同様の機関が強制的な年齢認証の利用を含め18歳以上の成人へのルートボックスやコンピュータやコンピュータゲームのその他の模擬ギャンブル要素へのアクセスを制限するための選択肢について欧州政府に報告することを推奨している2020年8月までにオーストラリアの分類委員会はルートボックスを含むマイクロトランザクションがあるゲームは レーティング分類の一部としてゲーム内購入が含まれていることを表紙に表示しなければならないという規則を更新した。ニュージーランドニュージーランド内務省のギャンブルコンプライアンス事務所は市民の E メールへの返信としてルートボックスはギャンブルの法的定義を満たさないとする当時の見解を述べたが状況の進行に応じて見直しを進めているというイギリス2017年3月 イギリス賭博委員会はポジションペーパー、仮想通貨、e スポーツ、ソーシャルカジノゲームを発行した。このペーパーでは仮想アイテムは商品であるとの立場をとり、その上で一般的には商品がゲーム内のみで使用されるように制限されている場合、そのようなゲーム内機能はライセンス供与可能なギャンブルではないとした。しかし、ペーパーは以下のように続けた。 我々の見解では、ゲーム内アイテムを現金に変換、またはそれらをトレードする機能は、現実世界の価値を獲得することを意味し、金品、または金相当品になる。そのようなアイテムを用いる、賭博施設が提供される場合、後に現金と交換可能なカジノチップを、ギャンブルの支払い方法として受け取るか使用する状況が想定されるときには、 全く同じ方法でライセンスが必要となる。2017年8月委員会はスキン賭バクの調査を開始した。その後11月に委員会のティム・ミラー事務局長は BBC ラジオ4のインタビューを受け、そこで彼は委員会はまたルートボックスも調査しておりゲーム産業の自主規制を提案したことを認めた。同月に委員会は議会が トバクの法律として発行したことのみ強制できるだけであるためルートボックスがギャンブルに回っても決定を下せないと認識しているとの声明を出し、これに関して早期のポジションペーパーのトバクの法的定義を再掲載した。ミラーは議会が法律を改正するまでルートボックスに対する措置は取れないが子供やその親に影響し得る。 ルートボックス問題の注意を喚起することはできるとし、2017年8月のスキントバック調査の一環として、それに関連するリスクと問題を評価していると語った。ミラーはさらに他の国々でも、法律の成立やルートボックスの規制が行われる予定だとしても、委員会は引き続き、イギリスの法律に沿う必要があると語った。 バトルフロント2論争の1ヶ月前の2017年10月に、ケンブリッジ選出の国会議員、ダニエル・ゼイチュナーは、違法なギャンブル、ゲーム内ギャンブル及びコンピュータゲーム内のルートボックスから脆弱な大人と子供を守るために計画している措置は何なのか、デジタル、文化、メディアスポーツ省の大臣に質問するための議会質問を提出した。対応として、 文科省のトレーシー・クラウチ政務次官は、賭博委員会のポジションペーパーの立場に言及し、以下のように述べた、政府は、ギャンブルとコンピュータゲームの修練増大から生じる、リスクを認識している。賭博委員会はこの問題の審議を継続しており、引き続き市場の動向を監視していく。それとは別に、イギリス市民1万人以上が、同国政府に対し、子供をターゲットにした、 コンピュータゲーム内の賭博を賭博法の対象に含めるように同法を適合させるよう求める請願書に署名しており、それにはルートボックスに関する問題も含まれていた。政府の対応はビデオ企画委員会が反忙集ゲーム情報とゲーム内のギャンブルと関連するペギの基準に何か必要な変更があるかどうか決めるために議論中だとし、賭博委員会はまた ゲームと若いプレイヤーとの間の相互作用についても検討していると述べた。この返答は2008年不公平取引規則による消費者保護の法律を引き合いに出しており、返答では、例えばルートボックスなどのゲーム内購入を含むゲームコンテンツなどの商品を購入するように直接的な奨励するといった誤解を招くまたは積極的なマーケティングの監修を何人にも 行わないよう事業要件に含むとしている。2018年3月、レッドカー選出のアンナターリー会議員は政府に、ルートボックスのゲームの仕組みを規制する、立法案を提出するように政府に要請した。これに対し、格外大臣のマーゴット・ジェームズ会議員は、ペギは主要、アプリストアから商品を購入する消費者に対しさらに、購入要素を含む場合に通知をし、ボックス商品に、 これらの通知を掲載する可能性を検討しているとし、その上でコンピュータゲームを購入しプレイする人々が確実に情報に基づいて保護されるためにペギや賭博委員会などの規制機関が業界と話し合っていると語った。ギャンブル委員会は2018年11月、ギャンブルの現状と青少年への影響に関する報告書を発表した。報道機関は同委員会が ルートボックスが若者がコンピュータゲーム以外のシナリオでギャンブルに取り組むためのゲートウェイと考えられると判断したと述べていたが同委員会は直接的な結論を出したわけではないことを明らかにし英国では10人に3人程度の子供がゲームでルートボックスを開けていることを明らかにしたに過ぎない2019年1月から会員のデジタル文化 メディアスポーツ賞は仮想現実のような没入型テクノロジーが文化にどのような影響を与えうるかについて一部のテクノロジーの中毒性に具体的に焦点を当てた公開意見を公開した。また会員はコンピュータゲーム業界のメンバーから意見を募るために公聴会を開催している。現在の文化、通信、クリエイティブ産業大臣であるマーゴット・ジェームズ議員は これらの議論の中で他のギャンブル活動については同様の法律を共有していないためイギリスがどのようにルートボックスを扱うかについてはベルギーのような他のヨーロッパ諸国が言ってきた方法とは異なるだろうと述べている。ジェームズはルートボックスはアイテムやスキンを購入してゲーム体験を向上させるための手段であり追加の金銭的報酬を期待しているわけではない。 さらに重要なのは、オフラインでお金と交換することができないということだ。なので大きな違いがあると思うし、ルートボックスがギャンブルというのは、本当ではないと思うと述べた。ギャンブル委員会は2019年7月に、現行法に書かれているギャンブルとの革新的な区別である、ルートボックス内のアイテムを収益化する手段がないため、ほとんどのコンピュータゲームにおける、 ルートボックスの販売を監督することはできないとの声明を発表した。委員会は、スキントバクと同様に、ルートボックスのアイテムを収益化する手段を可能にする、サードパーティのサイトが存在するが、それらを監視する立場にはないと注意を促し、バルブのような企業に対し、スキントバクの収益化を防ぐためのより良い対策を講じるよう促している。 2019年9月9日に発表された最終報告書の中でデジタル、文化、メディアスポーツ省は英国政府が未成年者へのルートボックスを含むゲームの販売を防ぐための予防措置を講じることやルートボックスを含むゲームがギャンブルの仕組みを持っていると表示されるようにペギと協力することを勧告した。また報告書では現実のお金で買えて中身が 事前に明らかにならない、ルートボックスは、お金の価値を競う運の要素が大きいゲームであると、考えているとし2005年賭博法の規制対象に、ルートボックスを含むゲームを追加し、販売を制限するよう政府に求めている。この報告書はまた、ゲーム出版社や開発者が、スキントバクのグレーマーケットを制限するために、より多くの措置を講じなければならないという、 ギャンブル委員会の結論にも同意しています。イングランド自動委員会は翌月、ルートボックスが未成年者のためのギャンブルに似ているという同じ懸念を反響させて報告書を発表し、ゲームがルートボックスを利用して未成年者にお金を使わせ続けるように誘引する方法を反映させるためにギャンブル法の改正を奨励した。2020年1月には、 国家保健サービスの精神衛生担当ディレクターであるクレア・マードック氏はサービスがルートボックスと青少年の精神衛生に関する懸念事項を長期計画に盛り込んでいると述べたがルートボックスの内容に欠けるように子供たちに教えることで子供たちを依存症に陥れてはならないと注意を促しているいかなる企業もこのようなチャンスの要素を持つルートボックスゲームを 子供たちに販売すべきではありませんので、そういった販売は終了すべきです。2020年6月、DCMS 局は、さらなる調査の一環として、ルートボックスに関連するゲーム会社への証拠の提出を求め始めた。貴族院、ギャンブル委員会は2020年7月2日、英国におけるギャンブルの状況に関する特別報告書を発表した。報告書では、 ルートボックスの進行中の問題。それらがどのようにギャンブルとみなされるか若者への影響を特定し、大臣は政府によるギャンブル法の広範な見直しを待たずに、ルートボックスやその他の類似のゲームが運の要素が大きいゲームであることを明記した2005年ギャンブル法第6条項に基づく規制を行うべきであると結論づけている。2017年2月、 ン島のギャンブル監督委員会は規則を更新し、現金に換金できなくても仮想アイテムを金銭的価値があると明確に定義し、ルートボックスを法的規制下に置くと明示した。オランダ2018年4月、オランダの賭博当局は、ルートボックスの販売と獲得アイテムの転送許可の両方を行うゲームは違法であるとの法的意見を出した。その報告書、ルートボックスの調査。 宝物か負担かにおいて当局は調査した10のゲーム中4つがこのように賭博法に違反していたと述べた。そして残り6つのゲームのルートボックスシステムは法的措置の基準を満たしていないが、それにもかかわらずそれらは依存症の進行を促進し当局の方針と対立すると締めくくった。当局は4つの未公表のゲームのデベロッパーに ルートボックスシステム修正のための8週間の猶予を与え修正がなければ罰金とオランダ国内でのゲームの販売禁止に直面する可能性があった。バルブは2018年6月20日までにゲーム内のルートボックスの状況を改善しなければならないと賭博当局から伝えられたと述べカウンターストライク、グローバル、オフェンシブと ドタニのゲーム内アイテムのトレード機能を無効にした。2018年7月11日、バルブは CS5 のゲーム内アイテムのトレード機能を再び有効にしたが、オランダとベルギーの消費者がルートボックスを開けることを制限した。2017年11月のミキール・バン・ミスパン会議員が上提した議会質問後に当局の調査が開始された。 調査を発表した、規制当局は依存症と多額の金銭支出の潜在的危険性を警告した。4月の発表を受けて、賭博当局は彼らのルートボックスに対する裁定を EU 間で一致させるよう他の EU 諸国への要請を始めた。2019年4月、政府の規制のためサイニックスは、オランダのプレイヤーがロケットリーグのルートクレートを鍵で開ける機能を 無効化した。ベルギーベルギーのクーンヘーンス法務大臣は、ルートボックスを規制するいくつかの決定を主導しており、ベルギーの手法を欧州全土に拡大することを模索しているオランダのルートボックスについての決定直後の二千十八年四月、ベルギーとバック委員会は四つのゲームのルートボックスシステムの調査を完了し、FIFA 十八オーバーウォッチ、Overwatch、CS、コーでのルートボックスシステムは、 運の要素が大きいゲームであり、ベルギーの賭博法の対象となると判断した。委員会は、オーバーウォッチのルートボックスの場合、ボックスを開ける行為はプレイヤーにとって一部の価値あると、みなされているアイテムを獲得するための運の要素が大きいゲームであり、特定のアイテムを獲得するために、ゲーム内通貨を直接購入する手段が存在していないとし、一方 FIFA18 フフのようなゲームは、 ルートボックスシステムを反則するために現実の選手を用いることで現実とファンタジーを融合させていると述べた。ベルギーのクーンヘーンス法務大臣はこれらの調査、結果の中でこの分野との対話が必要とし、その上で多くの場合そのようなシステムに触れるのは子供たちであり、我々はそれを容認することができないと述べた。本調査は2017年11月から行われており、 当時はバトルフロント2は一時的にルートボックスを削除していたことから違反とはみなされなかった。委員会はこれら3つのゲームのルートボックスシステムを削除するよう命じ、従わなければパブリッシャーが不法行為に抵触し、最大80万ユーロの罰金が課される可能性があった。へーんすは特に幼少期にギャンブルとゲームを混ぜることは 子供の精神衛生上危険であると語り、ルートボックスの EU 全域での禁止を呼びかけた。発表に対応して、ルートボックスを搭載するゲームを、ベルギーで販売する企業は、様々な手段を取っている。EA のゲーム、FIFA18 と FIFA19 も、また委員会から呼び出されたが、EA はこれらのゲームに、いかなる修正も加えなかった。EA は2018年5月に、 同社のゲーム内のルートボックス実装がギャンブルを構成しているとは考えていないと述べていた。委員会は2018年9月10日までに EA に対する法的措置をベルギー裁判所に提起したが、そのような行為が可能かどうかは検察庁の決定に委ねられている。最終的に2019年1月29日に EA は FIFA フフアルティメットチームで用いられる。 パック入手用ポイントの販売をベルギー国内において終了すると発表した。フランスバトルフロント2のリリースにおけるルートボックスとマイクロトランザクションに関する論争を受けてフランスの上院議員ジェローム・デュー・レインはオンラインギャンブルを監督する政府委任当局のアージェル・ニペイ・ツー・ウィンのルートボックスの状況を調査するよう求める書簡を作成した。ズラインの書簡では 一部のオブザーバーがギャンブルに特有の監修とコンピュータゲームの世界の修練を指摘しているとの懸念を彼の要求で述べている。2018年6月に公開されたアージェルの報告書ではルートボックスをギャンブルとして即座に検討するのではなくギャンブル規制当局欧州フォーラムが発行予定の報告書後にさらなる調査継続の必要性に取り組むとしている。アージェルは ルートボックスからのアイテムは通常金銭的価値がなくスキントバクで取引されてもそのようなゲームのパブリッシャーはその分野に参画していないのでギャンブルの他の形態とは区別されると研究したドイツ2018年2月ドイツの青少年保護委員会はハンブルク大学で行われたルートボックスの研究でルートボックスが 典型的なギャンブル市場の特徴を呈していたと結論付け、ボォルフガング・グレイジグ委員長はルートボックスが子供や青少年に対する広告の禁止に違反する可能性があると考えられると述べた。委員会は2018年3月にルートボックスは未成年者を直接対象にした商品購入の直接広告の禁止に違反する可能性があると結論付けたが、 彼らが調査したゲームは16歳以上のプレイヤー向けトレーティングされたものであるため未成年者にプレイしてもらうことを目的とはしていなかった。委員会は特定のゲームのルートボックスに対する苦情のヒアリングを継続しているが、それらを違法化するための罰金、または刑罰を制定する法的権限はない。2019年10月、連邦青少年有害メディア審査会は、 ヤンブーマーモンがゲームのマネタイズメカニズムの問題点を論じた後、ゲーム、コニャマスターのドイツでの配信をブラックリストに登録することを検討していると表明した。コニャマスターはルートボックスを使用していないが、同作ではプレイヤーが仮想のスロットマシンをプレイしてゲームを進め、リアルマネーで購入したアイテムを使い、スロットマシンに影響を与えたり、 回避したりして望ましい結果を得るというゲームプレイの仕組みを使用している。仮に、コニャマスターがブラックリストに掲載されていた場合、BPJM は同様のマネタイズルートを持つ他のゲームが見直される扉を開いたかもしれない。2020年3月までに BPJM はこのゲームをブラックリストに掲載しないことを選択したが、その後、2020年7月に、 コニャマスターのようなゲームやルートボックスを備えたゲームについて2021年初頭に成立し施行されると予想される新しい青少年保護法の下でより高いレーティングレベルでのレーティングを要求することを検討する可能性があることを発表したスウェーデン2018年2月にもスウェーデンのアルダランシェカラビ行政管理大臣は当局にルートボックス現象の精査を求め 消費者保護を強化するために法律を改正する必要があるかを確認する用意があると語った。彼は2019年までにルートボックスが宝くじに分類される見通しを示した。2019年5月、シェカラビはスウェーデン消費者庁に対しルートボックスをめぐる消費者保護、特に未成年者と子供をどの程度保護しているのかを見直すように指示した。 ポーランド2019年2月、ポーランド財務省は他の法域ではギャンブルを構成する可能性があることに言及しつつも、ポーランドの法律に照らしてルートボックスはギャンブルではないとする声明を発表した。ポーランドの法律ではギャンブルを非常に具体的に定義しており、現在の定義はルートボックスには適用されない。欧州連合内部市場と消費者保護に関する欧州。 議会委員会のために作成された2020年7月の報告書オンラインゲームにおけるルートボックスと消費者、特に若年層への影響はルートボックスをギャンブルの問題ではなく消費者保護の問題として再定義した最初の報告書の一つである。報告書ではコンピュータゲームのルートボックスにはプレイしたくなるような魅力的な衝動とプレイすることでしか解消できない。 緊張感の高まりを生み出す、問題のある設計上の特徴があり、中毒性のあるループに陥っていることを明らかにしている。報告書には、中毒性のループを促すデザインの制限、パブリッシャーによるルートボックスの確立と、そのようなゲームをプレイするリスクに関するプレイヤーへのより良い情報開示、保護者による管理、政府の監督下での消費者テストなどの勧告が、 含まれている。アメリカ合衆国アメリカでは、ルートボックスを標的にした法律は現時点で存在しないが、賭博目的で仮想アイテムを利用することへの懸念が強調された2016年中頃から、スキン賭博問題に再び関心が寄せられている。過去の判例法では裁判所は、コンピュータゲーム内の仮想通貨でのギャンブルは、リアルマネーに結びつかない限り違法ではないと。 判事しており、ブリザードエンターテイメントやライアットゲームズは自社の作品に取り入れた。さらに、大半の州では、運の要素が大きいゲームへの支払いから何か価値ある、ものを得るということに基づいて、賭博法を定義しており、過去の判例法でゲーム内アイテムは価値がないとみなされている。しかし、スキン賭博の状況に起因するゲーム内アイテムがどれほどの価値を持ちうるかという、 新たな認識並びに金融価値以上の価値を考慮できる技術知識がより豊富な裁判官であれば、どのようにルートボックスを分類するかを変える可能性がある。2017年11月にハワイ州の会員議員、クリス・リーとショーン・クインランは、ルートボックスに反対する立場の声明を出した。この種のルートボックスとマイクロトランザクションは、 カジノゲームと同じ方法で人間の心を悪用し、食い物にするように明示的に設計されている。彼らは特にバトルフロント2の販売を禁止するための法案提出を計画し、同様の法律を成立させるために他の州の政治家に話しており、十分な州が行動に移せば、そのような連邦法が成立する可能性がある。 クイーンランは以下のように述べた私はそれがどれほど悪くなったのかに気づいた。はじめは DLC サブスクリプションパスペイツーウィンと15年もの間私たちはこの道を歩んできた。私たちは消費者としてそれを受け入れ続けこれらのゲームを購入し続けてきた。今や私たちは検討が必要なところにいる。立法の必要があるのか S, S 部は、ギャンブルと依存症の仕組みに対応できる、新たなレーティングを検討しなければならないのだろうか。クインランは、業界に、有害な影響を与える、滑りやすい坂道を有する、可能性のある法律を制定するよりもむしろ、子供向けに販売されているゲームから、ギャンブルのような仕組みを排除、または業界に、これらの仕組みを搭載したゲームをより分別のある、ユーザー向けにレーティングさせ、 販売、マーケティング方法に影響を与えることで、業界自体が自主規制を行う方が良いと述べた。D は後に提出する法律の概要を説明し、同法案は特定のゲーム内アイテムを直接ではなく、パーセンテージのチャンスで提供するためにリアルマネーが使われる場合に定義されるギャンブル要素を含む場合、21歳未満にゲームの販売を禁止するというもので、リテール版及び、 デジタル版のどちらにも適用される。2018年2月までに2つの別々の法案がハワイ州議会に提出された。一つは、ルートボックスの仕組みを搭載するリテール版のゲームは、警告、害を及ぼす、または中毒になる可能性があるゲーム内購入と、ギャンブルに似た仕組みを含んでいますと表記した明確なラベルを掲載することが必要になるというものであり、二つ目の、 法案はこれらのゲームの販売を州内の賭博の最小年齢である21歳以上に規制するというものだった。しかしながら2018年3月までに本法案は立法の検討に必要な要件を満たせなかったことで廃案となった。2018年1月、ワシントン州の3人の上院議員が上院法案6266を提出した。 成立した場合同法は未成年の賭博を可能にするものである場合ワシントン州賭博委員会に対しルートボックスの調査を命令する2018年4月ミネソタ州でルートボックスシステムを搭載したゲームを18歳未満の子供に販売することを禁じ同システムを消費者に警告するためにこれらのゲームに特定のラベルの掲載を命じる法案が提出された 2019年5月上旬、ミズーリ州の共和党上院議員、ジョシュ・ホーリーは、未成年者がプレイする、ゲームにおける、ルートボックスや、ペイツー・ウィンのマイクロトランザクションを禁止する、ザ・プロテクティング・チルドレン・フロム・アビューシブ・ゲームズ・アクト、という法案を提出する意向であることを発表し、これを判断するために、以前に、児童オンラインプライバシー保護法で、 定義されていたのと同様の資格を使用している。連邦取引委員会は、これらの措置を取らなかったゲームに対して判断を下し、罰金を平準化することで、法案を執行する責任を負うことになる。この法案は、2019年5月23日に、第116議会の米国上院で、セネートビル1629として、正式に提出され、 法案の共同提案者のエド・マーキーとリチャード・ブルーメンソールは共に民主党議員だった。2018年9月、ヨーロッパ15カ国並びにアメリカのワシントン州賭博委員会のメンバーがゲームと賭博の間の曖昧な線引きによって生じるリスクへの対処に協力していくと発表した。グループの具体的な焦点はスキントバクのサイトであるが彼らは ルートボックスなどのゲーム内機能が国内放火の賭博法を構成しないようにしていくとしている。コンピュータゲームの業界団体は一般的に自国の法律がゲーム内ギャンブルとして含めるものを指定しない限りルートボックスをギャンブルとして規制できないと述べている。多くのヨーロッパ諸国ではコンピュータゲームの任意のレーティングはペギが提供している。ペギは ルートボックスシステムを搭載するゲームが自動的にギャンブルコンテンツ記述紙が必要になることはないと述べた。さらにペギは何かをギャンブルとみなすかどうかを決定するのはペギの責務ではない。国の賭博法によって定義されるものだと語った。2018年3月のイギリス議会の質疑でペギがボックス商品に通知を掲載する可能性を検討していると明らかにされた。 2015年のソーシャルゲーム協会の解散前に、同協会は、ゲーム内ガチャについて、最低1%の提供割合にすることと、支払い上限を設定するという2つの自主、規制ガイドラインを出した。例えばプレイヤーがガチャに一定額の金を投じた場合、ガチャのプールからプレイヤーが望む報酬を何でも自由に選択できるというものである。協会は、 現状の額は5万円を推奨した。j s イ g a の代わりに2018年時点で日本のコンピュータゲーム業界の自主規制団体として機能する日本オンラインゲーム協会も同様に全てのガチャアイテムをあらかじめ確認できるように表示、ガチャアイテムの種別ごとにその提供割合を表示及びキャンペーン企画により販売中のガチャアイテムの提供割合を変更する場合、 当該変更の条件及び変更の度合いを事前に表示などの詳細なガイドラインを発行した。イギリスにおけるコンピュータゲームの業界団体ウキエはルートボックスはギャンブルを構成せずすでに既存の関連するイギリスの規制下にあり完全に遵守しているとの立場を表明した。ペギのようにエンターテインメントソフトウェアレーティング委員会は任意で 米国内のコンピュータゲームのコンテンツのレーティングを提供している。S 部はルートボックスをギャンブルの位置形態とはみなしておらず、そのようなゲームのコンテンツ表示に現実のギャンブルとレーティングすることはない。S 部はルートボックスはトレーディングカードゲームのブースターパックに相当するものであり、プレイヤーは購入したルートボックスを開けることで、プレイヤーが求めているものではなくとも、 常に何らかの価値のあるものを入手できるとみなしている。委員会はさらに、現実のギャンブルのラベルが付けられたゲームは、賭博法を遵守するためおそらくその後、AO とレーティングされると語った。S 部の上位組織のエンターテインメントソフトウェア協会は、ルートボックスがゲーム内の任意かつオプション的な側面であることを強調しギャンブルの一形態ではないと表明した。 大手パブリッシャーの EA 及びテイク2インタラクティブもルートボックスは任意性のためとバクトは考えていないと述べた2018年5月に EA のアンドリュー・ウィルソン CEO は引き続きルートボックスをゲームに搭載するとし我々はゲーム内の通貨アイテムを外部に転送するのを近日追放な環境で行われている転送の積極的な排除に努めておりそれを達成するために 様々な管轄地域の規制当局と協力していると語った。バトルフロント2の批判を受けて金融アナリストは政府による産業への介入を回避するためにコンピュータゲーム産業がマネタイズとルートボックス計画をより適切に扱えるように自主規制の指針を策定する必要があると提案した。2018年2月にマギー・ハッサン上院議員が S 部に対し ルートボックスに関して業界を自主規制するよう要求した。2018年2月、マギー・ハッサン上院議員は連邦取引委員会の候補者4人の上院通商科学運輸委員会におけるヒアリング時にルートボックス問題を提起した。彼女は候補者に子供たちがゲームやより中毒になりやすいルートボックスのような行為に依存している場合、 注意を払う価値のある問題ですかと質問し、4人の候補者全員が注意が必要であることに同意した。同日、ハッサンはルートボックスに関する委員会のレーティングプロセスとポリシーの完全性の再検討及びこれらのタイプのマイクロトランザクションが子供に及ぼす潜在的な害の考慮及び子供向けのゲームでのルートボックスへのデザインとマーケティングのアプローチが 作詞的な監修から、小児の心の発達を倫理的かつ明白な方法で適切に保護しているかどうかの調査のために S 部への書簡を作成した。ヒアリングと書簡のいずれにおいても規制を要求していないが、グリックスルのブライアン・クレチェンテは議会が立法措置を余儀なくされる前に S 部に独自に行動させるための口実とみなした。ハッサンの書簡に答えて、 2018年2月に S 部はルートボックスを含むあらゆる種類のリアルマネーによるゲーム内購入を提供するすべてのレーティングゲームにそのようなラベルをつける必要があると発表した S 部はラベリングが主に子供立つようのゲームを両親が見るのを助けることを目的としていたと述べ小売パッケージ版のスペースの簡潔さのためにパブリッシャーに 特定のマイクロトランザクションを特定することを決めなかったと述べた。しかしながら、未だに委員会は、ルートボックス自体は、ギャンブルの位置形態であるとは引き続き考えていないと、表明した。発散上院議員は、S 部の決定を、一歩前進と呼ぶ一方で、彼女は、コンピュータゲームのマイクロトランザクションとルートボックスの、潜在的な中毒性に関する S 部の会議論を、 引き続き懸念しており、これらの問題への監視を続け、透明性と消費者保護の向上を図るための有意義な改善が確実になされるように私は、すべての関連するステークホルダーと協力していくと、語った。2018年11月、ケンブリッジアナリティカのデータ流出問題と、Facebook と Google ググに関連する問題をめぐる議会の公聴会で、 連邦取引委員会のジョゼフ・シモンズ委員長は、マイクロトランザクションの潜在的な市場価値を考慮して、f t c がルートボックスを調査すると議会に約束した。2019年初頭に政府が閉鎖され、f t c の審査が遅れた後、ハッサンはルートボックスの評価に関する最新情報を提供するよう圧力をかけた。f t c は2019年8月7日に、 ルートボックスに関する公聴会を開催し、業界の代表者に対して申し入れ、事前に提出されたパブリックコメントを検討した。会議の中でエサの代表者は、マイクロソフト、ニンテンドー、ソニーは、それぞれの家庭用ゲーム機システムで販売されているルートボックスを用いた新規、またはアップデートされたゲームについて、 ルートボックスからのアイテムの確率を開示するための要件の開発に取り組んでいると述べた。エサ内の他のパブリッシャーである、アクティビジョン・ブリザード、バンダイ・ナムコ、ベセスダ、ブンギエ、エレクトロニック・アーツ、テイク、ツー・インタラクティブ、UBI ・ソフト、ワーナー・ブローズ、およびウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、iOS ア,アップストアおよび Google ググプレイ、モバイルプラットフォームの既存の要件に合わせて、 パソコンなどの他のゲームプラットフォームでも同様のことを行うことを約束していると述べている。エサによると、これらの取り組みは2020年末までに実施される予定。公聴会の翌日、任天堂は FTG への声明を反映した新たな方針を発表し、システム上のすべての新規及びアップデートされたゲームについて、ルートボックスの確率を公開することを義務付け、 ゲーム内購入を伴うゲームについては、任天堂スイッチオンラインアプリ上で保護者が規制できることを保証した。エピックゲームズは、エサや他のパブリッシャーが採用している同様の方針に従うことを認めており、すでに、フォートナイトやロケットリーグ、その他のゲームからルートボックスを排除する措置をとっている。2017年12月に、アップルは、 iOS のアップストアの規約を変更し、リアルマネーと引き換えにランダムアイテムを提供する、マネタイズ用のルートボックス、または他の同様の仕組みを搭載しているゲームをストアに公開するデベロッパーに対し、プレイヤーがゲームに金を支払う前に、これらの仕組みから獲得する可能性のあるアイテムの確率を公表するよう要求した。2019年5月に、 Google もルートボックスのメカニズムを利用するプレイストアのアプリに確率を公開することを義務付けた。2018年11月、国際ゲーム開発者協会はコンピュータゲーム業界に対し政府が規制に踏み切る前にルートボックスに関する対策を講じるよう促した。以上は業界が注力すべき3つの分野を特定した。2019年2月、レビュー収集サイトの オパンクレティックはゲームの概要ページにルートボックスを使用したゲームの詳細を盛り込み始めた。学術的な文献ではキングとデルファブローはゲーム会社がルートボックスへの過剰支出を防止または削減するために実施できる24の社会的責任対策を提案している。しかし業界の経済的利益のために業界がこれらの対策を採用する意思があるかどうかは 疑問視されている。2020年2月、FIFA ゲームのアルティメットチーム部分をめぐり、無規制のギャンブルに等しいとして、エレクトロニックアーツを相手取り2つの別々の集団訴訟がフランスで提起された。集団訴訟の原告の一人は、アルティメットチームパックに600ユーロ以上を費やしたにもかかわらず、他のプレイヤーとオンラインで競い合うために必要な、 高ランクを入手できなかったと主張している。この訴訟はまた、FIFA のゲームには、支出を制限するためのペアレンタルコントロールがなく、アルティメットチームのペイ2ウィンの性質と、相まって未成年者のギャンブルを助長していると述べ、ベルギーとオランダの2019年の決定を直接、参照している。2020年6月に、カリフォルニア州で提起されたアップルに対する集団、 訴訟では、アップルのアップストアで提供されている、ルートボックスの仕組みを利用したゲームを通じて、アップルが消費者を保護し、そのような行為を禁止するために設計された、この法律や、その他の法律に違反して、子供を含む消費者に、ギャンブルや、同様の中毒性のある行為に従事するように、誘惑する、略奪的行為に関与していると主張している。この訴訟では、 アップルはこれらのアプリを使用することでアップルのデバイスがカリフォルニア州の法律で違法とされている無許可のギャンブルデバイスになることを可能にしていると主張している。また2020年8月に FIFA とマテン NFL のゲーム内のアルティメットチームのルートボックスをめぐってカリフォルニア州で EA に対して別の集団訴訟が提起されており原告は2020年6月のアップルに対する 訴訟と同じ法律事務所が代理人を務めている。EA の訴訟では、アルティメットチームのルートボックスが、カリフォルニア州法の下で、ギャンブルの仕組みとみなされるかどうかを判断するために、陪審員裁判を求め、500万米ドルの損害賠償を求めている。批判と規制の高まりを受けて、一部のスタジオは、自社ゲーム内のルートボックスの置き換えや削除を始めた。 フェニックスラブスは、ドーン・トラスから、ルートボックスに相当するものを削除することに決め、その代わりに、ゲームのマネタイズを実現をするために、ゲーム内通貨や、リアルマネーで、プレイヤーが求めるカスタマイズ用アイテムを直接、購入できるシステムを導入した。2017年11月には、会に P ゲーム、クリッカー・ヒーローズデベロッパーのプラソリスは、ギャンブル型の行動を促進しュる。 ルートボックス型のシステムを提供することへの倫理的懸念を引き合いにダッシュゲームの続編、クリッカーヒーローズには、回に P ではなくなると発表した。2019年1月、エピックゲームズは、リアルマネーで購入する、フォートナイト世界を救えの、ルートボックスの仕組みを調整し、購入者が購入前にルートボックスの中身を見られるようにした、ことで、 ルートボックスがギャンブルに関連しているという懸念に対処した。サイニックスは2019年12月にロケットリーグからルートボックスを削除し、アイテムを直接販売するショップへと置き換えた。ありがとうございます。